小さめのブルッダータ全体、ブルッダータは、イタリア原産のフレッシュチーズである。水牛、または、牛の乳を原料とし、モッツァレンラと同様に、パスタフィラータ製法で作られる。イタリア南部のムルジア地方で、特に、プッラアーシューアンドリアとその周辺での名産となっている。DOP を取得していないために、産地、製法や名称は、厳密には決められておらず、 ブッダータもしくはブッダータタイプのチーズが出回っている。しかし、現在でもプリア州では手作りを重んじアルティザン、チーズとして確立されていて、イタリア国内ではパッドに指定されている。ブッダータは、もともとイタリア語でバターを入れたという意味。なお、日本では一部の店舗ではブラータと呼ばれている。直径7から10センチメートル。 または15から20センチメートルの球状で表面はクリーム色か明るい白色。袋状のカードの中に生クリームと柔らかいフレッシュチーズを閉じ込めた形。味は少し甘みのあるバターの香りがある。ブッダータはモッツァレンラや他のチーズ同様、レンネットで温かいミルクをカードにするところから始める。他のチーズと違って、 その後、熱したホエーか少し塩の入った湯の中に入れた後、こねて伸ばして、望ましい形に整える。ブッダータではまだ熱いチーズが袋状になり、残りのモッツァレッラをその袋の中に入れ、さらに生クリームを入れてから閉じる。伝統的にはできたブッダータをアスフォデルの葉で包み、ブリオッシュのように頭の部分をくくり、ホエーで湿らせる。チーズを食べる際に、 まだアスフォデルの葉が緑であれば、チーズが新鮮であることがわかる。もちろん近年では、ビニール袋かプラスチックの容器で販売されることも多い。新鮮なフルーツと共に食されるブッダータブッダータを切って開くと、中から濃厚な生クリームがトロッと出てくる。リッチでバターの濃厚な味があり、ミルクの新鮮さが保たれている。開封後24時間以内に食べるべきで、 48時間後では、賞味期限が過ぎたと考えられる。チーズの内外で、味や舌触りが違うので、サラダ、プロシュット、固めのパン、トマトなどを、オリーブ油と砕いた、黒胡椒で味付けたり、パスタとも合う。カレン・ホックマン、バラタチーズ。チーズバター、ヨガート・プロダクト・リベス・ザ・ネブル。2013年1月閲覧。ニコール・バーガーズ、ホワット・イズ・バラタ。 ザ・ケソクイーン。2012年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月閲覧。ありがとうございます。